皆さんこんにちは。ケイスタンダードスタイルのケイです。今日はポロコートについてお話したいと思います。ポロコートちょっと敷居が高いというふうに思ってらっしゃる方も多いかと思いますけど、実は意外と重宝な便利なコートなんですよね。もともとは選手にとってはポロ競技の選手がプレーの合間に着るウォームアップ用、観戦する方、つまりスペクテーターコートとして誕生したと言われてますよね。大体において60年代映画では、語弊がある言い方をしますと、サラリーマンはステンカラーコート、つまりパルマカンコート、ダスターコートを着るということですね。そして部長など肩書きのある方々はなるとこのようにポロコートを着る。キャメルはもともとあったわけですけど、グレーとか黒とか、素材もヘリンボーンツイードや、ですからポロコートのイメージとしてはちょっとお堅いイメージがありますよね。映画でも僕が好きなのはロイ・シャイダーのマラソンマンに出てくる時のグレーのコート、あれなんかかっこいいですよね。セブンアップスでも着てましたかね。なんとなくイメージとしてジョージ・ペパード、あのあたりが浮かんできますよね。ティファニーで朝食をでは着てたかどうかちょっと覚えがないんですけど、なんか似合いそうな感じしますよね。ですからちょっとインテリなアップタウンルックというイメージがあります。まずはですからそこから僕も今日はトライしてみました。グレーのダブルのスーツにラウンドカラーのシャツにカラーピンをしてレジメンタルタイをしました。そして鉄則通りキャメルのポロコート、実はポロコートこれしか持たないんですけどね。ポロコートの特徴はここにこういうふうにバンドがつくんですね。袖にカフがつくんですよね。そして背バンドがつきます。で、両プリーツといういわゆる生地をたっぷり使うので贅沢な服という形になりますよね。ちなみに僕の V ゾーンはこんな感じになってます。イメージとしてはジェームス・チュアとかケイリー・グランとかなんてちょっと言い過ぎですけど、そんな気持ちで装ってみました。ポロコートのスタートはやはりこういったオーソドックスなスタイリングからじゃないかというふうに思います。オリーブグリーンのコーデュロイの上下にポロコートを合わせてみました。おそらく昔の方は、ポロ観戦とは言わなくてもラグビーの観戦とかそういった時に町着であるコーデュロイのジャケットなりスーツにこうやってポロコートを羽織って見に行ったんじゃないでしょうか。これですと近所ブラスタイルというよりも街にまで出かけていくことができますよね。タウンウェアとして活かせると思います。ポロコートがドレス、タウン、スポーティーどの分野でも活躍できるゆえんですよね。タータンチェックのイエローのボタンダウンシャツにグレーのニットウールニットタイ、そしてオリーブグリーンのコーデュロイジャケットですね。このようにフーデッドパーカーとセットパンツ、こうやって近所を歩くというのが室内着ともいえる何でもないスタイル、これにポロコートを着るだけでちょっとした贅沢な気分になれるかと思います。今年はこういう形で近所にスーパーマーケットとかね、室内着のまま外に出れるというそういう利点もありますよね。結構ポロコートの良さはこのようにカジュアルなものをなんとなく品よくまとめてくれる、そういったところがあるんじゃないでしょうか。ですからお助けグッズと言えますよね。はい、このように僕が似合ってるかどうかは別としまして
スポーツ競技の合間ですね、体を冷やさないようにポロコートを羽織る、まあ、これが一つのポロコートの原点とも言えますね。以前見た炎のランナーという映画、スプリンターである宣教師が競技の合間にツイードのコートを羽織って体を保護していました。あのシーンがとってもかっこよかったですね。ですからスポーツウェアの上にポロコートを羽織る、こんな感覚が好きですね。僕ではちょっと物足んないと思うんですけど、雰囲気が伝わればって感じで、まあポロコートの原点の一例であるというふうに考えていただければいいんじゃないでしょうか。まあ、これはラグビーシャツですけど、例えばプレーの合間にウォームアップ用ですね、体を冷やさないようにスポーツウェアの競技ウェアの上からポロコートを羽織る、そして暖を取る、こんな感じがポロコート発祥の一例であると言えます。また観客もこのようにして暖を取る、競技を見ると、先ほどの競技志向のスタイルではなくて、上下スウェットで上にポロコートを羽織るという感じですかね。先ほどの半パンの時はさすがにあれで表を歩くのはまあ相当の勇気がいる格好ですけど、このぐらいのスタイルでしたら僕のような年齢のものでもなんとかこなせますよね。